ここのオープンキャンパスの時に実際に本物のカメラの前で演技をさせてもらえるっていうオープンキャンパスで、それでなんか現場に近い状態で学べるのがすごくいいなと思ってこの学校を選びました。映画とかドラマとかを自分たちで作るっていうのがあるんですけど、その映画ドラマを自分たちで監督もしてキャストも選んでっていう授業が、自分の持っている興味の大好きなところを突き詰めていくのがとても楽しくて、みんなで切磋琢磨して一つの作品を作る、なんか感動とか大切さとか楽しさとかを味わえて、それがとても嬉しかったし楽しかったことです。アミューズ所属の山田杏奈さん、作品によって全然違う演技をされていて、自分がお客さんで見ていて感じるものがたくさんあって、そんな女優さんに私もなりたいなと思っていて、山田杏奈さんが憧れであり尊敬している人です。竹下真一先生という先生がいらっしゃって、もう思い切りやっていいよみたいな感じの先生で、何をやってもなんかいいなとか、じゃあもっとこうしてみたらみたいな、その先生の授業を受けたらなんか自分が一歩進化した気持ちになれるので、とてもその竹下真一先生の授業が好きです。誰もが聞いたことあるようなドラマとか映画のキャストオーディションに受けさせていただいたり、あと事務所のオーディションも、事務所も大手さんで、なんか知ってるとか、あの役者さんいらっしゃるところやとか、タレントさんいらっしゃるところやみたいなところのオーディションも受けさせていただいて、それもすごくチャンスにつながるなと思っています。私は見ているお客さんに毎回違った感情を持ってほしくて、ムカつくなとか、なんかほんわかするなとか、泣けてくるなとか、違う感情を持ってもらえるような役者になることが私の将来の夢です。人の心を動かす愛される女優になる。